こんにちは。アトリエサンアートの石山先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。お願いします。先生、今回何回目のこのジャパン展の、はい、出展でいらっしゃいますか？4回目です。あ、そうでございますか。はい、この大きい会場で先生の作品ひたすら目立つ。まあ言ったらごめんなさい、ここから入ってきたらどーんと先生の作品が拝見できるんですけれども、すごく立派なお作品で、ありがとうございます。あの階段のサイドに全部こうお花ができるというか、あの当たり前なんですけど、多分すごい立派にこう作ってある、あれでご苦労はいっぱいあったかと思うんですけど、お花って大変ですよね先生。そうですね。あれはどのようにしてあれをセレクトされたんでしょうか？やっぱりちょっと今までに見たことのないような絵でしたので、ちょっとその、 ポーズに惹かれました。なるほど、はい、階段を作るのも私たちにしてみたら、きちっと作らないともうすぐバレちゃうって言いますかね。もう本当に階段の上に上がっていくその両サイドでうわーっと生えてるお花たち、もうなんかもう毎日が春みたいな感じなんですけども、先生、あとお花にあたってお作りになる、もしかしてちょっとテクニックがあったらお披露目いただけますか？特にテクニックっていうのはないんですけど、あれだけお花の種類がありますと、みんなの花びらが同じようになってしまうんですね。だからそれが少しずつ違うように、そこのところちょっと欲しいしました。お花は実際のお花なんかをご覧になられて、はい、少しはね研究なさってやっていらっしゃるんですよね。そうですね、まあ、それは素晴らしいことです。あの大きな作品を額装にするまでもやっぱり大変だと思うんですけども、額もマットも作品もすごくマッチングしていて、私たちなんかはすごく拝見させていただいて、わっていうもう驚きと素晴らしいっていう感動が出てくるんですけれども、先生、あれを狙われてあの作品を ね1年前からですか、構想は？そうですね。そうなんですか、はい、もうサンオトさんって言ったらもうお得意の分野でいらっしゃるかもしれないんですけど、もう緻密な作品がすごく多いんですけども、先生はいつ頃にねこんなして作っていらっしゃるんでしょう？そう、私はね時間があまりないものですから、朝早く起きて4時頃起きまして、7時ぐらいまでの3時間を自分の作品に当ててます。なるほど、はい、もうやっぱり主婦でありますから、ある程度の時間は限られてくるということもありますが、はいはい、朝一番は目もね私たちはっきり見えますはっきり見えますので、もうそれはご自身の中で生活サイクルの中でそういうふうに決めていらっしゃるんですね。私たちも参考に、もう遅く起きて朝も遅くってダメですよね、先生の、はいね、参考にさせていただきたいと思います。そうするとああいう素晴らしい作品が出来上がるんですね。ね、先生、どうでしょう、こういう大きな会場でああいうふうに私たち参加できるというやっぱ誇りがあるかと思いますけれども、4回ご参加なさって、やっぱりこうシャドーボクシングに向かうお気持ちなんかは変わってこられましたか？そうですね、やっぱりこういうところになかなか出せる機会っていうのはそうそうないと思うんですね。だからそういう機会を与えていただいたっていうことにとっても感謝しております。はい、もう本当に日本での最大級のシャドーボクスアーティストが一堂に集うというこのシャドーボクスジャパン展ですから、もう私たちもやっぱり誇りを持って作品一つ一つ、ね、頑張っていきたいと思いますので、私も先生見習って朝から早くから起きるようにいたします、精進いたします。今日はお話をいただきましてどうもありがとうございます。ありがとうございました。